サミー、肉食べたいな。一応マイクも入れてます。はい、10秒前。小さな南の島から始まる声を通してつながる世界、ドラゴンアイズ。この番組は未来へつなぐ安心をお手伝い、株式会社ジャストリホーム、低地面自家製生麺の超デーゴア、かわいいがたくさん詰まったフォトウェディングのメイリーブライド、お酒を飲むすべての世界へ、琉球酒豪伝説の有限会社しもじの提供でお送りいたします。皆さんこんばんは。6月22日第64回目ドラゴンアイズがスタートしました。根っこは沖縄、視野は世界へ。この番組は南の島に住む4人のパーソナリティが繰り広げるリスナー参加型のトーク番組です。今日もこのスタジオからあなたの元にドラゴンダイブということで、メンバー紹介です。まずは私から。5つの国の血が流れる一人グローバルカリカリ梅がめっちゃ大好きな前戸ニーナです。そして今週も画面の中からおこんばんは、タツです。そしてはい、いつもハッピーラッキースマイルのレイナです。そして今日はミッチが、ミッチが、ミチルおじさんが、ミチルおじさんがもしかしたら途中から乱入するかもしれないという速報が、最後の連絡ではギリギリに来るって言ってたんですけど速報入ったよね。今日ね、車すごい駐車場いっぱいでね。そうなの。このビルが焦りましたね。そう、焦った。止められないやんって。こう FM のね、何があるんだろう、いろんなビルがなんていうんですか、このビルにはたくさんのお店が入ってるので、うん、もしかしたらなんかイベントがやってるかもしれないですね。やってるかもしれないね。結構前にもこういうことありましたけど、あった、ね、上のビアガーデンとかでちょいちょい買ったりね。もうもしかしたらビアガーデンかもね。うん、甘噛みしたけど、そう、なんかやってるかもしれませんね。はいはいはい。ミッチーさんそこにいるのかな。あ、いるかもしれないね。いるかもしれないね。もう上ちょっと間違って飲んでる、酔っ払ってるかもしれませんね。というわけで、はい、後々この4名でお送りする予定なので、皆さん道を楽しみに待っててくださいね。よろしくお願いします。はい、はい、この番組ではメッセージを募集しております。メールアドレスは797@fmginowan.com、 アドレスはすべて小文字で 797@fmginowan.com、 件名にドラゴンアイズと入れてください。また FM ギノワンではユーストリームとツイキャスでネット配信をしております。 FM ギノワンのホームページから見ることができますので、そちらもお楽しみください。はい何やりきった顔してんの。まだまだ仕事はありますからね。やりきりました。うん、終わった。え、なんて言ったの。終わってないよ。終わった終わったね。終わってないよ。完全に私の仕事今終わったみたいな感じはいってね。はい、もう行きますか。行っちゃう。あ、もう投げ出したな。投げ出したよ。もう行く、行っちゃうか、じゃあ。はい、今日のテーマはナチュアイテムはいよ。というわけで、夏が始まったよ。梅雨が明けましたよ、皆さん。イエーイ。というわけでね、昨日21日かな、夏至は。そうですね。うん、ということで、夏が始まりましたということで。そうだ、沖縄は梅雨明けたんだけど、うん、本土の皆さんはあれか、今からもしかしたら雨、上に雲が行くのかな。そうですね。うわー、かわいそう。ぜひちょっと沖縄、今もう夏だよ。暑いよね、逆にね。暑いですね。まさに本当に今日から32度、うん、最高気温ぐらいありましたよね。そうですね。あったので、一昨日ぐらいめっちゃ雨降りませんでした。あ、降ったね、あの雨すごかったですね。そうそうそう、最後の雨ぐらいな勢いで、最後の雨ぐらい、うん、まあ確かにね、うん、そうだね、うん、最後もう最後俺本気出したるぜぐらいの雨でしたよね。そうだね、うん、まあまあ、うん、
それが言いたかった。なんかすごい雨だったって言われてもさ確かにすごかったけど。そうね。さあメッセージも届いています。はい、今さんからです。はい、アイニーナ、レイナ、かわいい、ツイキャスに手振っているよーって。あー、手振って振り返してあげてください。さあそしてシュプリームさんからです。はい、リスみたいにかわいいキンちゃん、その他の皆さんおこんばんは。嫁に逃げられたシュプリームだよ。元気あるポジティブリスに似てる。ちょっとしたリスに似てるよ。るよ、うん、なんか可愛い感じがね。そうね、可愛い感じはしますけどね。小動物みたいですね。まあ、嫁に逃げられたシュプリームだよって、もうちょっとしたキャッチフレーズになってますね。そうですね。はい、じゃあ次、大塚健二さん。大塚健二さん、こんばんは。あれ、ミッチさん、オーディションでお休み。ジャニーズのね。ジャニーズのね。オーディション。もうジャニーズのね。ジャニーさん呼ばれて。呼ばれてますよ。急にオーディション、うん、かもしれません。だっ、ね。応援してあげようみたいな。応援しよう。はい。はい、野の中の銀の蛍さん、おはよう。チーユ、ん？チーユ開けたね。4人さん、かっこ4人の名前呼びにくいから。あ、省略前回言えたんだけどな確かに前回すごいようやく言えたんだけど、また始まりましたか始まりましたか。ちょっと忘れてしまう感じの、まあありますよね。おはようってことはまたアラームかけてね、ちょうど今起きたの。木曜9時にアラームかけて起きたんでしょうねはい、そしてあっちーさんからです。はい、皆さんこんばんは。はい、こんばんは。沖縄梅雨明けたねということでメッセージいただきました。はい、明けたね。そんな明けた今日のテーマは夏アイテムって言われてもまだどんな感じか僕ら伝えてませんでしたね。そうだ、どういうテーマですか。うん、夏アイテムというテーマですがそのまんまやん今からですが、もう夏、これ必需品、必需品って言いづらいよね必需品、あ、本当だ、必需品です、はい、必需品、はい、これだけはもう手放せないっていうアイテム皆さんあると思います。はい、ある。さっきもね、金ちゃんがバーニャカウダをガリガリ食べてましたよバーニャカウダって何ですか。え、バーニャカウダ知らないで食べてたの。何あれ。野菜スティック。あ、まあ、あれ、うん、おしゃれに言うとバーニャカウダ。オッケー、じゃあ明日からバーニャカウダ食べるって言おう、まあ、バーニャカウダソースの名前なんだけどね、まあ、だからパッと見ソースがバーニャカウダだったと思ったんですけどあれは何だったのかな。そうそう、ということで、じゃあ夏テーマは、じゃあ夏のアイテムということで、うん、リスナーの皆さんが夏になると欠かせないあのアイテムとか、うん、おすすめのこれいいよというアイテムとか知りたいですね。うん、はい、ぜひどしどし送ってください。はい、ね、さあここでシュークリームっていうさシュープリームさんからメッセージです。内地はこれから梅雨本番だよ。割った稲荷はジメジメやで。わお、稲荷なの、ね、稲荷、うん、これ何、稲荷って地名、田舎どこら辺だったから割ったって使ってるからね、内地なんだけど、うん、方言上手わですね。ねえ、梅雨さ、そうだ、梅雨行くんだよ ね、 ね、大変です。沖縄はあれですよ、梅雨ですよ。あ、間違えた夏ですよ。夏ですね。梅雨終わったね。カラッカラしてるからね。で、さっきね、あの本番始まる前に、うん、一番真っ先に出たのがサングラスだったんですけど、うん、みんな何個持ってる、車に何個入れてるって話だったんですけど、せーので言う。あ、じゃあせーので言ってみましょう。はい、せーの、一つ、1。おーということで、僕が1個、私も1個、私も4個。いや、私もじゃない、持っちゃうやろ4つもっていう感じなんですよ。4つも、理由聞きたいよね、一応、うん、なんか気分に合わせ、気分で変えたり、洋服で変えたり。え、洋服ってさ、車運転してたらさ、うん、誰に見せるのね。あ、でもサングラスかけながら降りてしまう時あるじゃないですか。あ、コンビニとかありますね。そうそう、うん、ある、そんな感じおお、美意識高いね。どんな時でも見られてもいいように、うん、そうそうそう、どんな時も、はい、どんな時も、はい、キンちゃんだからもう消えゆる、よしとしよう、消えゆくように、もう自信なさそうに、もうキンちゃんだからってちっちゃくね、うん、自信持って、キンちゃん。でも自信持とう、今日は笑わずにできたね偉いぞ、成長しました。うん、いや、私さ、一つ入ってんだけど車に。でも一度もっていうよりも、なんかそういうあれ、なんていうの、使ったことない。え、あのさ私さ、鼻に
かけるじゃん、絶対後つく人だわけ、私、はいはいはい、花の頭に。花俺もだ。花高いから。そう、それが後ついちゃう。そう、その後、この後じゃあ打ち合わせだよねと思ったりとかすると、うん、こうかけないようにかけないようにしてたらついちゃうみたいな、車で。あ、確かに後ついちゃうかも。そう、後がね、なんか浮いてたらいいんだけどね。あれなん、なんかつかない人いるじゃん。あれ何、なんかコツあんですかね。どうやってつかなくなるの。コツ どうしてんのみんな、なんかヒクヒクさせたりどうしてんの。常にこう浮かせてるようにね。ね、浮かせてんのかな。メガネの方ぜひ、ね、普段ね、あのサングラスぐらいしかメガネかけないですからね。確かに。リスナーの皆さんは、サングラス、グラサン何個持ってますか、聞きたいですね、うん、はい。さあ、ここでサウロのお兄さんからメッセージです。はい。はっ、猫とイチャイチャしてて番組始まってるの忘れてた。また猫と。あ、猫ちゃんと。猫ちゃんと。いいね。まあよしでし、よしとしましょう。はい、はい、シュプリームさん。これはまああれですよ。まあさっきの稲荷が何だったかっていうことなんで、あ、まあそういうことですよ。オッケーオッケー。じゃあ次はケンジさん。ケンジさん。はい。夏に手放せない。ベビーパウダーです。おー、汗かきなので脇、首、お股、キャキャって書いてある、はい、真っ白状態です。あ、これさ、頭が今真っ白でしたね。頭が真っ白、はい、心拍って呼んだ。ベビーパウダーが手放せない。あれつけてるとさ、汗かくとどうなるんですかね。なんかさ、サラサラになる、サラサラなる、汗を極力吸収してくれるのかな、パウダーが。それでサラサラ保つ。でもさ、かきすぎたらパウダーがどうなんの、あのベタベタになる、ベタベタなる、なりそうです ね。どうなるの、どうなるの、わかんない。ベビーパウダー最強ですからね。赤ちゃんにやるパウダーってことだよね、うんうん、ベビーの元々は、はい、そうそうそう。なんかよくお尻拭きの CM とかではたかれてるやつ。そう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 。いや、そのイメージは知らんけど。なんとなくだけど、わかんないけど、うん、でも良さそうですね。僕も結構汗かきなんで、なんか良さそうだったらちょっと試してみたいですね。やってみてください。いい匂いしそうじゃない、ベビーパウダー。ベビーパウダーいい匂い、赤ちゃんの匂いなんで、ね、赤ちゃんの匂いになるんだよ、たっちゃんが。せやな。はい、さあ、ここで速報です。はい、浜崎かゆみさんからです。はい、スタジオ側こんばんは、ユーストツンキャス側こんばんは、デブったかゆです。2週間しか経ってないからね。久しぶり、浜崎かゆみさん。久しぶりじゃない、前回2週間前じゃないですか。ねえ、ちょっと1週ぶりに顔出して、この間どう過ごしてたんでしょうね。確かに、うん、どう過ごしてたんでしょう。あれ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 チャララッチャーチャラチャララッチャーチャララッチャーチャララッチャー、ででーん、あれ。さあ、誰かが来ました。誰か来た。ちょっとスタジオに誰かが来た。ちょっとお名前は。ガチャガチャしてるから、いった CM です。音鳴ってる、入ってるよ。あ、喋ってみて、喋ってみて。あ、オッケーオッケー。スイッチがないね。入ってる入ってるよ。こんばんは。こんばんは。ミッチーさん来ましたよ、皆さん。幽霊いるんで。イエーイ。自己紹介した後に。自己紹介。ニップレスって何？ニップレスは B 地区を隠すやつじゃん。そんなの欠かせないんだ。T シャツが透けるから。あ、写真だって。めっちゃ上げてる。びくってしちゃった。父さんに撮ってもらっていけばいい。お父さん、お父さん。ニップレス。たっちゃん試してみてって来てる。ねえ、試してみてさ。
あ、初めての新米。本当だ。車混んでたの？ね、車上混んでなかったの？そう、そんだよ。金ちゃんのポジションって画面何も見えないね。でこれだ、これだ。文字が小さくて、そうそう、なんか読めない。10秒前よりドラゴンアイズ生放送でお送りしています。今日のテーマは夏アイテムです。はい、ということで今日は今たった今スタジオに着いたこの方に誰なのか紹介してもらいましょう。誰ですか？どうも、道端で子犬が倒れていて緊急病院に連れて行って遅れた道です。本当ですか？はい、そうです。すげーじゃん。すげーじゃん。すごい足引きずってたわけよ。もうこれは連れていかないとかなと思って、うん。本当にこれガチ？ガチもガチさ。犬はなんて言ってた？あが。あがひゃ。え？なんてなんて？あが。あがひゃ。やなや。掘るのはやめようか。うん、今のは面白かったから、まあよしとしましょう。うん、ということで今日のテーマは夏のアイテムですということですので、はい、夏本番も梅雨も明けた沖縄県、皆さんが使っている夏のアイテムをぜひ ここでシェアしたいと思います。はい、じゃあ続々と来てるね。いきます。シグナスさん、皆さんこんばんは。こんばんは。梅雨明けちゃったね。日焼け対策のために両腕用のカバーを装着しなくては。確かに大事、あれ大事大事大事。暑いから沖縄車ね、車焼けするよね。なるほどね。右半分だけ焼けたりとかしますよね。運転の仕事の間特にじゃんね、うん、する。やっぱ私も2種類持ってますもん。灰色と紺色とみたいな。え、気分、これが気分で変えてる。え、金ちゃんはサングラス気分で変えるし、うん、私アーム用の何日焼け止めを変える気分で、うん、ファッションに合わせてね、うん、ファッションに合わせて。なるほどね。なるほどですよ。はい、さあ次は、はい、こちらですね。こちら、あ、ケンジさん、大塚ケンジさんからです。うん、これミッチーにですね、どうだった？オーディションの結果って来てますけど。ならんさ。どうならんかったんですかね。毎週なってないじゃん。だいたい結構前のオーディションもならんしてる。あ、嘘だった？でしたよ。まあ次こそはね、うん、まあね、頑張って合格しましょうよ。そうね、ジャニーさんに認められるように、うん、我々も次期スマップね、祈ってます。終わったからな。なられる、あ、一人足りないか。1,2,3 うちらメンバー4名だから、うん、足りないね。ヒロキックス入れよう。そうね。中居正広枠で。はい、オッケー。じゃあ野の中の銀のホタルさん、はい、日焼け止め。おー、やっぱ夏ですしね。そうだね、欠かせない。一番やっぱ必需品ですよ。ニーナさん飲む日焼け止め飲んでたね、さっき。あ、そう、ヘリオケアを結構前も話題になったけど、飲む日焼け止め2時間だけ効果があるので。え、さっき飲んでたのあれ日焼け止め？そう、日焼け止めを大量購入しまして私、うん、この夏に向けて、うんうん、飲むの。あれね、あれなの、なんかね、日焼け止めプラス美白効果もあるので、あ、まあ一応夜も飲んどけみたいなやつの。買いたい顔してるね。あら、たっちゃん黒いからね。そう、最近ぜひぜひ。先週黒くなったって言われて、今週また来たらまた黒くなったって言われるぐらい。そう、どん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 、もう太陽が目を離してくれないですね。おー、なんか名言出たよ。かっこいい。すごいよ、見つめられてますよ。ウェイ。はい、ということでどんどん行きましょうか、メッセージ。はいはい、じゃあ浜崎かよみさん。え、私かよは女の子の日でイライラだったの。かよです。5点。この言い方にイライラするやつ。
おー、ちょっとミカさんが言うのかなと思ったら、まあまあこれはね、あの、うん、誰が巡ってくるかわからないメンバーで誰が当たるかわかりませんので浜崎かゆみさん、そうですか、イライラするよね、するよね、わかるよ、かる、女子はそういうことだからね、うん、まあぜひお大事にイブでも飲んで、はい、休んでね。はい、ソロのお兄さん、はい、猫のみーちゃんにケンタッキーチキン食べられた大丈夫ケンタッキー食べてみーちゃん、ちょこちょこ鳥食べとったよ、みーちゃん出てくるよね、ケンタッキーチキン今食べられたんですね、きっともうさっき猫とイチャイチャしてましたからね。ねえ、ね、さあ大塚健二さんから質問です、はい、皆さん父の日は何かさせたのですか。あ、そっか、させた、ちょっと文章があれだね父さん今日父の日だから何かしてよ、何かしてよ何かじゃあしたのかなっていうことですかね。僕はですね、父の日はあの父の日に何もしなかったんですけど、前の日にあの父の日しようってなって、うん、肉買って焼肉したんですけど、お友達のとこでお肉買ったんですけど、その時にあの衝撃の事実が、よくモアイ集まって焼肉とかするんですけど、バーベキュー、うん、ミッチがよく肉買いに行くんですけど、あいつめっちゃポイント貯めてるぜって。あ、ポイント、うん、お、じゃあポイントあること自体初めて知った。あれあいつめっちゃ溜まってるはずよって言ってたんだけど、あいつ終わったら隠れて死ぬポイント食べてるやし、あ、じゃあポイントあること初めて知った。あ、そう、あのポイント店員さんかっぱらってるやつさ、だるやつさ、肉ポイントっていうのがそのお店であるんだ。えー、知らんかった。まあ僕は父の日はあの焼肉食べましたね。いいですねそうか、私父の日お酒はあげたりしますね、あの一升瓶とか、あ、お酒とかだったらやったことある、うん、金ちゃんは。私は兄弟全員でお父さんのためにあのえ、お父さんのためにあ、お父さんのために食べだ、びっくりした、危ねえ父の日はお父さん食べる、ええー、みたいな違う違う違う、あのお父さんお酒あんま飲めないんですけど、うん、ノンアルはめっちゃ飲むんですよ、うん、お酒じゃないねで、ノンアルの24缶入りうんの重い、なんか重いやつ一ケース？そうそう、それ。24巻でもいいし、重いやつはちょっとすごい手がかり、でも当たった。うん、はい、それを買って、びっくりだな。で、カキピー買って、うん、カキピー、うん、あのじゃじゃーんって言ってあの驚かせてあげた。喜んでた？そう、喜んでた。わー、すごい、お父さん嬉しそう。さっき買おうとしてたとか言われたけど。はい、もう雑談か。そうですね。ノンアル一ケースで売ってるっていうのも初めて知ったいや、そりゃ売ってますよ、売ってた売ってたそうなんだね。さあ、はい、続きまして、この方です。サウロのお兄さんからです。はい、僕も気分次第でファンタオレンジかファンタグレープか変えてます。いや、それ夏関係ないよね、あんまりすごいね、なるほど、はいはい、あ、まあまあ気分によってそれは変わるね。うん、じゃあかゆみさん、はい、あ、行く？かゆの夏アイテムはやっぱりかゆみに皮膚かな。あ、そうね、皮膚はかゆいからね、かゆいのは皮膚です。かゆいの皮膚だからね、間違ったでも書いてあるのは無皮かな、かゆです。はい、はい、無皮ね、もうまさにびっくりしましたよ、このスタジオ全員がね、今ざわっとしたな、ざわついた夜、サブね、なん、うん、すごいね。まあそうなんですね。じゃあかゆみさんの夏アイテムはやっぱり無皮。そうだよね。蚊とかさ増えるじゃん。あい、なんていうの、外のアウトドアでさ、キャンプとか本当に虫来なず。欲しいね。蚊嫌い。ガちゃん。うん、私も。ガちゃん。ガちゃんですよね。さあ続きまして。これはどれにしましょうか。シュプリームさん僕のさっきの話ですかね。沖縄にモアイが集まってるの？あ、モアイ、あのモアイ像の話。キンちゃん答えてあげて。正解はこちらです。集まってます。集まってねえよ集まってないから集まってねえ。モアイ、モアイってなんかわかる？キンちゃん、モアイって何ですか？モアイ、説明、はい、イントネーションはモアイですよね。いや、ね、今のはモアイの方そうなの、うん、あ、え、なんだっけ
わかる？は、金ちゃんモアイってわかる？沖縄の。わか、沖縄のモアイ？うん。は？わかんない。え？え？あ、わかった。じゃあじゃあ今この子は混乱してるの。やめて、攻めないであげて。攻めないでみんな。落ち着いて。あ、わかった、Cさん。え？あ、ダメだ、この子は今テンパってるから。金ちゃん、面白いね。もうびっくりですよ。本当面白い、はい、正解誰か教えてあげてよ、シュプリームさんに。今多分モアイって言ってるのはモアイ像のことですよね。うんうん、モアイ、モアイ像はモアイでしょ。うん、モアイ島にいるモアイ像はモアイ像で、沖縄でいうモアイっていうのは月に1回、まあ、毎月集まる助け合いのお金を積み立てするグループもいれば、貯めて回して1人ずつ当たるようにするという飲み会ですよ。で無人ですね。あ、無人、あ、無人くん、まあそんなことところですよ。はい。けどだ、あれ集まりのあれだよね。そうね。集まりたいから集まってるね。そう、飲み会ちょっと助け合いバーみたいなね、そんな感じです。そしてつ続きまして、シュプリームさん、お父さん食べるんだ、ケンちゃん。肉食系だ。食べないよ。本当は。本当は。食べないよ。いろいろ今日はかましてきますね。真ん中って熱いね。さらに続いて金ちゃんへのメッセージ。24回り重いのと軽いのがあるの。なんか、あ、わかんないけど重かったから重い。そうですよ、24回あったら重いですよね。24回あったらね。ちなみにロングとショートどっち買ったの？ショート。ショートって何？小さい。これはわかるよね、さすがにね。まあ、ショートは短いです。ショートは短い。短い、ショート、ショートね。はい、はい、ということで、シュプリームさんも、あー、モアイだよね、キンちゃんということで理解してくれたようですよ、そうそうそう、よかった。はい、じゃあ、続きまして、今日のテーマは忘れがちなんだけど、もういきますか。夏アイテム、そろそろ僕らの夏アイテム、サングラス以外に出しましょうか。そうだよ、うちらも出そう。はい、Bluetooth スピーカー。それ夏も、夏か。夏限定っしょ。冬になったら使わんでしょ。使わん。使わんさ。絶対そうだわ。え、どこで、どこで、どこで。海さ。あ、海か。あ、なるほどね。海。そうさ。バーベキューしながら。バーベキューのために買いましたよ。Bluetooth 線いらないもんね。そう。いろんな人の音楽聴けるしね。防水だったらもっといいね。防水だよ。お。すごい。他になんかアイテム、夏の何があるかな。サングラス、ブルートゥース出ましたが、沖縄と言ったらのあのアイテムでしょう。島造り。正解。イエーイ。島造りよ、多くなるね、夏に。しかも島造りなんか惚れますよね、なんか文字とか絵とか。あー、なんかあるある、お土産屋さんにいろいろ置いてある気がする。あれすごい上手だよね。うん、確かに。あとは島ぞうり以外だと何があるかな。クーラーボックス。あー、バーベキューですね。バーベキューしたい、したい。そんなラジオで願望言われてもしたいね。うん、しようか。バーベキューは楽しいよね。ドラゴンアイズ夏祭りしよう。夏祭りしないといけないね。4名でバーベキューはちょっと面倒いな。たっちゃんの庭で七輪でやったらいいんじゃん。それ、うん、まあバーベキューか。バーベキューだよ。ちなみにバーベキューやったら肉焼いてあげる派ですか。うん、あー、や、うん、率先してメンバーによる。あ、メンバーによる。メンバーにマジでよる。うん、差別するんですね。なんていうの、やっぱさ、こうあんまり親しくない人も混ざってるような大人数だと、うん、こうみんなでやらなきゃいけない感があって席立ったり一応。あ、なるほどね。行くけど、うん、まあ、友達近いだと早くって言ってる。へいって早くみたいな感じかな。なんかたっちゃんさん焼いてるイメージがある。たっちゃん焼いてくれそうだよね。たっちゃん全然やかんよ。僕全然やからんですよ。そうなんだ。そうなの。たっちゃんはもう僕はもう生で食べますから。生肉まさにやばいじゃん。野菜しか食べないですからね。肉食べないタイプだからね。うん、さあ、ここで浜崎かゆみさんから速報来てますね。かゆはあとカトリ線香も用意するよ。かゆジェース。カトリ線香、かゆ、浜崎かゆみさんはさ、
無費も必要なんでしょ、夏のアイテムで。で、蚊取り線香も用意するんでしょ、うん、どこで活動されて歌のライブは外ってことですかね。まあ、野外の方ですよね。野外ライブ、夏だ、だね、そうだ。もう痒みはもう、痒みはもう、野外から、いつだって、ね、野外から。始まってますよ、もう。すごいね。でも確かに夏、本当に大事ですね、蚊取り線香。大事。海とかやばいよな。やばい。うん。海マジやばい。メイクマンにさ、ほら、アロマの匂い入りの蚊取り線香あるからさ、そうなんだ、みんな買ってよ、うん、超いい匂いだったよ、あれ。聞いて聞いて、俺最近さ、蚊に刺されたらさ、うん、3日ぐらい痒いんだけど、これ何？いやだけだろなんか治りが遅くなってきてんだよね。あ、なんか海外から最近さ、なんかすごいヤバいアリが入ってきたらしいよ。あ、アリなんだ。侵入してきて、それがなんか、それじゃね、それかな、蚊と思いきや、蚊と思いきや、実はアリに刺されてんの分かんない。アリってさ、何ミリかだけどさ、自分の30倍ぐらいの重量を顎で上げるさ、あれで噛まれたら相当痛いよ。なんかその外来種がすごい今侵入してて日本に、でそれに噛まれるとアナフィラキーショックとかで死んでしまうこともあるらしい。やばいアリが来てるらしい。スズメバチ的な。そうそうそう、それじゃね、危ないなっちゃんさん。それかな。俺何回か刺されてんだけどやがてだな、うん、やがてもうじわじわきますよ。前触れだね。前触れですよ。色の黒さもそれかもしれない。そうかもしれない。それかもしれない。これはだいたい生まれた時から副作用ね。副作用で、副作用。はい、というわけで皆さん、夏アイテムいっぱい来てるんで紹介してください。はい、はい、じゃあサウルの兄さんからです。はい、夏アイテム、釜、草刈りで使う。あ、釜ね、うん、はいはい、草を刈るときに必需品だね。夏はもう草ぼうぼうですからね入るよね、沖縄の。切っても切っても入るね。今だと言わんばかりか、もう伸びきってますもんね。そうそうそう。はい。でもまた古風だね、このサウロのお兄さんが釜を一振り一振りみたいなしてるのが想像できるので、ちょっとまああれじゃないんだ、面白い。釜切りじゃなくて、なんだっけ、電動みたいなやつ、芝刈り機、それじゃないんだね。頑張ってるね。釜ですね。釜も必要かもしれません、沖縄県。あとは大塚健二さんからです。沖縄ならではの帽子とかあるんですか、と。あ、帽子。沖縄ならでは、花傘。花傘か。あ、花傘。おじいちゃん、おばあちゃんがやってるやつ。いや、なんだろう、あれ、あの三角のなんだっけ。あ、とんがり、とんがってるやつ。なんかあれも名前あったよね、あの笠地蔵に出てくるよね。はい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 。あれよりもっと角度が鋭いっていうか。そうそうそう。で、長いのね、上に、うん、花傘っていうのがあるんだ。チョンダラがたまにかぶってるよね。あ、そうそう、それ。あ、あ、あれ花傘じゃないんですか。花傘は龍武の、龍武ちょっと待って、龍宗の、龍宗の女の人が持ってるのがあるさ。俺のさっきの、なんだっけ、あれはチョンダラがかぶる帽子でしょ。そうそう、傘地蔵は、あれ名前何。あれは、チョンダラの帽子さあはで、花傘、夏に必要ではで は, ではない、ないですね。そっちの方だと思っちゃったよ。そっちか、はいはい、あれでは、あのチョンダラのやつはイメージで言うと阿波踊りでかぶってるような、うん、あのそう、あんな屋根みたいなやつだよね。ですね、はい、沖縄だとそうね、どう、み、なんだろうね、沖縄の帽子っていうのはないかもしれな ないけど、おじいって結構麦わら帽子と迷彩のズボンとシャツ率高いよね、春さんのおじいね。迷彩は多分好みでしょもうとっても多いよ、春さん。あ、春さんスタイル。サロのお兄さんから来ましたよ、はい、クバガサじゃないの。あ、クバガサ、それだ、それ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 です。それ結構涼しいんですよね。あ、そうなの。涼しいらしいね、うん、涼しいらしい。風と昔ながらの風向きもいいみたいなね。 うん、はい、じゃあこれがそれだね。あ、ペミさんから速報です。はい、かゆの夏アイテムは花火かな。あ、かゆくない。かゆくない、かゆくないよ。かゆくない話題きた。花火いいですね、夏はね。うん、花火間違いない。去年とか最近花火やりました、自分で。あ、自分でやってない。去年やった。俺もやった。俺やってないな。線香花火しました、友達と。おう、競争して負けたけど。おう、そうか。そっか。はい、かゆです。かゆみさんでごまかそうとするな。かゆみさんに逃げた。はい、さあ、そしてサウルの、心、どこに行ったかな。消えちゃったメッセージが。どこだどこだ。あ、これにしよう。サウルのお兄さんからです。レイナちゃんのお父さんは
食べられてまた生まれるもはや引っこ抜かれてだね。お父さん宇宙人だからね。その子供レイナみたいな感じ。そうはい、そして同じくサウロのお兄さんは肉焦がす派ですということです。あ、バーベキューの時に ね肉は焦がす派焼く派でもなく焦がす派。焦がす派、焦がしちゃう派。ちょっとそれ焦がしたの食う派じゃないよね。うっかり的なやつよね。うっかりしてるってことね。あの焦げ食べたらガンになるって本当ですか。食べ過ぎたらってことかもしれないね。ちょ少しは大丈夫なんじゃないの。絶対大丈夫。意外と焦げの方が美味しいのもあるし、ね、香ばしくね。なるほど、なりますね。シュプリームさんから来てます。夏アイテムといえばおばあの方の匂いがするルートビアにアイスが乗ったルートビアフロートでしょう。その前いらんよね。おばあの方、おばあの方の匂いがする。湿布、湿布って言いたいのかな。ちょっとおばあみんなそんな匂いしないよ。する人もいる。する、え、どんな匂いだっけ。それすらわからん。確かに、まあ美味しいよねあれね、うん、ルートビアのアイス、ルートビア飲めないな。たまに多分飲んだら美味しいよ。うん、美味しいですね。はい、一個メール紹介しましょうかね。はい、はい、ラジオネーム今日も多分おかしな銀のトロンボーンさんからいただきました。お、ありがとうございます。こんばんはでございます。ドラゴンアイズの皆様こんばんは。おこんばんは。くっついてきた猫のミーですっていうメッセージが来てるんですが、猫ちゃんの画像が来てます。おお、猫ちゃん画像。今日ミーちゃんもいるしミーくんもいるし猫ばっかりだな。何匹。これ1匹。一匹の。じゃあただ銀のトロンボーンさんアングルが悪くて猫の顔が全然見えません。見たかった見たかった。もうちょい撮り方あったでしょ。ブレちゃった。そっぽ向かれてますからね。ちょっと一生懸命な感じが。でもなんか可愛い感じがしますよ。あー面白い。猫ね、猫ちゃんはさコンビニ周りに結構いたりするからね、うんうん、なつりついてくる子もいて可愛かったりするよね。こう、そうですね、上手だよ彼。あ、なんていうの、置いてかないでみたいな顔してみる。甘えんぼちゃんだね。甘えんぼちゃん可愛いですよね。可愛いです本当。はい、はい、ただどんどん、はい、夏のアイテム紹介していきましょう。紹介していきましょう。あれちょっと待って。夏のアイテム、今金ちゃんがね画面をなんか全然異空間にしてくれましたね。今も全然メッセージ見えてません。ちなみに僕のとこだとですね、あのライブ終了って書いてます。嘘。待って、ちょっと待って、間違った。金ちゃん。これはじゃあ今ラジオだけのみんな聞けてる ね、うん、よかった。たまにそういうことをやっちゃいますよね。ひろちゃんはこういうことありますのでね、ま僕が拾えるメッセージは拾っていきましょうかね。はい、じゃあお願いします。たっちゃん、けんちゃんの線香花火拾ってあげてって。拾う、まあ、あっち、あっち。違う違う違う、多分話題を拾ってほしかったんだけど、そういうこと。僕がちょっとポイってしちゃったから。ちょっと、はい、追加数戻ってきたよ。はい、ツイキャス復活しましたね。じゃあメッセージ読んでいきましょう。野の中の銀のホタルさんからです。はい、夏のアイテムは内カビと平子とレモンケーキ。うわー、わかる。そう、ね、なんだっけ、シーミー。いや違う、お盆ね。お盆ですよ、夏といえば。シーミー終わったかな。シーミー何月にやったの、金ちゃんは。おい、金ちゃん宇宙人でか8月だはずね。うん、終わったんじゃないの、シーミー。金ちゃん終わったみんながウークイしてる時にお墓行くはず ね、 ね。そうですよ、沖縄といえば忘れちゃいけない、うん、内カビ、平うこ、レモンケーキ。レモンケーキ、あれさ、絶対来るよね。和の絶対あるよな。うん、よく見る、あのメーカーのなんか、うん、アメリカンなあのパッケージ、レモンの絵が描かれた、あの銀色の、ね、銀色の紙に包まれたケーキ。なんだろう、あいつのこの不動のレギュラー。そう、なよく出てくるよ。どこで売ってんのあれ。ですね、大御所ですよね、絶対、うん、この時期にどことなく陳列されてるよ ね、スーパーに。でも売ってるのは見たことないんだけど。そう、普段はない。見たことありますよ。ある。うん、なんかどこの星で、金秀の星で。すごい面白い。よかったね、よかったね、金秀星、まあ、多分ありますよ、金秀。ありますよ、きっとありますよ。
どこにでも多分売ってますよ。はい、けど夏って言ったらこれぞ欠かせないのを思い出した、うん、はい、ヒント3、4文字。え、じゃあたっちゃんから行こうか。全然さ、手がかりなしじゃん。なんで俺らがヒント出すの。そうだよ、じゃあ金ちゃんを大取りにしたかったわけ。あ、分かった分かった、はい、え、夏、うんうん、ご用達のアイテム、うんうん、今年ってか毎年、毎年4文字、4文字、4文字。オッケーオッケー、はい。あ、あ、え、4、4文字一定だって。4文字を言うの、うん、1人ずつ1個言うんじゃないの。じゃなくて4文字、あ、ワンアイテム言って言ってって、そう、金ちゃんがまだ面白いこと言ってくれるかなっていうのが。ちょっとさ、もうたっちゃんってさ、すごいくじいたので。もう1週くらいしてからもう1回この質問してもらおう。オッケー、すごいくじいたね今。じゃあマブヤさんから来てますね、はい、こんばんは。夏アイテム、サンバイザー。顔カバーし、あ、カバーしてる。え、間違った。今さ、スタジオ騒然。はい、あ、顔もカバーしてるんだって。サンバイザーで顔をね、はいはい、大きいやつだ、あの畑仕事とかで、うん、よく女性とかが使ったりするような、あの通販とかで売ってるよね。口も全部隠すやつありますよね。口元まで、口元も全部隠して、本当にもう黒い女みたいな。なんか中国でそんなんなかった、そういうもう全身ビーチに行ってんのに、せっかくビーチなのにもう全身武装なんていうの、そうそう、全部日焼けしないように、日焼けしないように長袖長ズボン、その帽子みたいな。男性からしたら面白くない人が来たと思う。そうですね、やっぱ夏といえば露出ね。あ、ちょっと期待しちゃいますね、うん、男性陣としては。水着だね、水着大事。はい、そしてサウルのお兄さんからです。歯と歯の間にケンタッキーチキンが挟まって番組に集中できない。撮ってください。ケンタッキー食べてたのね、撮ってください。そして月赤のチャンネルさんからいただきました。夏は銀行の冷水機で一気飲みだけしに行く。あ、これ小学校の時やってた。あ、なんでかな、銀行の冷水機をめちゃめちゃ冷たいよな。キンキンだよね。なんであんま飲む人がいないからでしょ。もう冷たい状態のまま飲む人が多かったら冷たくならないさ。なるほどね、うん、はい、いいね、これちょっとあの懐かしい記憶がよみがえりましたね、うん、確かに今もあります。途中であるんじゃん、うん、あの郵便局とかにも設置されたりたまにしてる、してたな。飲んだ飲んだ飲んだ、キンキン、キンキンですね。図書館とかさ、あ、なところとかあった、運動場的なところね、うん、夏といえばクーラー必須アイテムですけど、うん、クーラーガンガンにしてなんか毛布とか被っちゃう人。はいはい、これ僕もなんですけど。みんなだ。やっぱちょっとキンキンにして被るのが一番ちょうど気持ちいいんですよね、うんうん、ちょっともったいない気がするけど。そうそうそう、本当はね、適温で。そうね、ちなみに適温何度。26。ああ、そうなんだ。7か6かどっちかだな、うん、私も、うん、そうですね、ちょっと一度だけは頼むって感じ。さあ今日のテーマ、夏アイテムということで、ひふみんさんから来てますよ、はいはい、夏アイテムって言ったらオキアミ。おっと、4文字が始まった。あ、4文字始まった。はい、じゃあ次たっちゃん、夏のアイテムといえばシャーベ。シャーベ、あー。私か、次なんだろう。夏のアイテムといえばグラサン。おお、グラサン、あ、本当だ、4文字だ。で、まあ金ちゃんだよね最後。うん、クーラー。あれ、出た、出たぞ出たぞ出たぞ、クーラー4文字。線、棒線入れてる、棒線入れてる。まあいいでしょう。だってどうですか、合ってますか。合ってる。おい、やったー、金ちゃん、さすが。合ってんのかよ、さすが。投げやりでしょ絶対今の。完全に今感情こもってない。絶対適当じゃん。合ってる合ってる、まあ、ひふみさんから。あ、ひふみさん、ぜんざいって。おいしいよね、おいしい、食べたい。ぜんざい、かき氷が好き。東屋のさ、ぜんざい食べてみたい。名護にある、あ、有名らしいよ。わかりますよ、あのアイスクリームにも今なってるよね、すごい話題の。食べたいな、ぜんざい。大塚健二さん、沖縄も冷やし中華食べますか。これはかっこ酢醤油って書いてある。酢醤油、冷やし中華食べるよね。食べる食べる、うん、なんやかんやちょっと敬遠しちゃおうかな僕は。けど最近あれがあるよね、冷やし沖縄そば。あ、ありますね。あるある、超美味しいよ。へー、おー、梅とか入れたら美味しいかもね。あ、美味しい、うん、さっぱり。
はい、というわけで、はい、まだまだ夏アイテム紹介したいと思いますが、ここで一旦 CM です。アゴベルトさん、超久しぶりじゃん。これ後で紹介しましょうね。漢字がね、ギマさんから紹介していく。うん、夏といえばそうね、レナもそれ好き。可愛い女の子見る、ビールを飲みながら。いるの、どこの ビーチにいるんだろう。アラハかな。アラハいるよね。太巻きなるよって。太巻きなったことないやつさ。俺よくなるから、寝るとき夏でもリップする。違う、あれなんでなるの。死に赤くぶってるするさ。なんかね、時々唇がとっても気になる時があるわけ。唇気になってしょうがない。違う違う、寝てる時にどういった経由でなるの。多分ペロペロしてるんじゃないかな。ペロペロした、あの湿った感じのまま、ペロってんだ、寝てる時布団が当たるわけ。そうそう、寝て多分擦れてるんですよ多分。へえ、相当寝相悪いん違う。ずっと首振ってるやん、寝てる時。布団めっちゃ被ってたら布団巻きになりますよね。あ、そうなんだ。へえ、乾燥するのかな、繊維のそばで。それかもしれないです。なんだろう、どうしたん。あれ、ヒロキックス髪の毛がかっこよくなってるね。あれ、え、何、なんか USB のさ、オレンジの。あ、USB ないよ。全然食べたいな。美味しい、美味しいよ、全然。40…名護の学校の隣ですよね、なんとか。あ、そうなんだ。あと7分ぐらい。じゃあ、バーって読んで、ドラゴンダイバー影響を読んで。そうだね、これじゃあ今終わったら開けて呼ぼうね。はい、呼べお前。この番組は未来へつなぐ安心をお手伝い、株式会社ジャストリフォーム、手打ち麺、自家製生麺の超デーゴア、かわいいがたくさん詰まったフォトウェディングのメイリーブライド、お酒を飲むすべての世界へ、琉球酒豪伝説の有限会社しもじの提供でお送りいたします。はい、ということで今日のテーマは夏アイテム。たくさんメッセージ来てるので、ブブブブブンと紹介していきましょう。はい、誰からかな。ギマさん、夏といえばビーチでビール飲みながら可愛い女の子を見る。最高、最高ですね、それは。最高、しかもプラスアルファ、夏ビーチでニーナ、レイナ見たらテンションマックス。あざーす。あれ、今年はお二人は水着になりますか。なりたいね、なりたいね。かゆみなりたい、なりたいね。はい、アゴベルト中里さん、はい、夏は顔によくハエが止まる。これさ、漢字がね、しかも止まるの一泊されてますからね。ハエさ、一泊ですよ、これ大変なことですね。そんなちょくちょくは一泊はされないですね。 そして久しぶりですね。はい、アゴベルトさん、ありがとうございます。さあ、そしてシュプリームさんですね。夏バテの時に欲しくなるのはヒージャージルだよね。知ってるよね、キンちゃん。おっちゃんは金ちゃんの答えに期待してるよ。ヒージャージル知ってるかな。知ってるよ。あ、意外と普通に返しましたね。ヒージャーってなんだっけ。あ、知らないやん。ヒージャーやわかる。ヒージャーヒージャーえ、なんでヒージャーヒージャーわからんか。ヒージャーわからん。もっとわかんないんじゃない。うん、ヒージャージル、あ、間違った、イカスミのしかなと思った。すごいかわいい。あれということです。はい、シュプリームさん、多分キンちゃんは満足いく答えが出たん違う。分かっておりませんね。ヒージャジルはヤギ、ヤギの。あ、そっか、ヤギだ。ヤギの汁をしね、うん、ですので。好き好き。はい、ということでどんどんいきますよ。はい、大塚健二さんからです。キンキンのクーラーで布団、若いからですね、年取るときついです。 27.8 度ですね。あ、これはさっきの布団巻きので、あとクーラーの温度設定は20。あ、なるほど、ね、27.8 じゃないでしょ。そんな細かい設定できるクーラーないでしょ。 27.8 度か、 27.8 度。28でええやないかい、めっちゃ細かい人やなっちゃうよね。そうか、そういうことですね。はいはいはい、ソウルのお兄さん、夏アイテム、オニオンビール。うん、ビビョー、オリオンって言いたいけど言っちゃったんだ。
オニオンビールね。あーこれ間違いない。それは全島エサマスリ美味しいから、そこで飲んだら、はい、うん、はい、でひふみさんが東食堂って来てますが、これ夏はねあれだ、ぜんざいの有名な場所東食堂だ、はい、ってことですね。名護のね、はい。そして同じく俺は冷やしそうめん、相方は冷やそうめん、みんなはなんて言う、あ、冷やそうめんだ、え、冷やそうめんって初めて聞いたよ。冷やそうめんって言いますよ。冷やそうめん食べようって言います、これは南部の方がそんな感じで言うんですかね。那覇はそうなのかな。あ、冷やしそうめんだな、うち中部だけど。冷やそうめんしようっておばあちゃんによく言われます、これは初知りでしたね。面白い。イエイ。さあそしてアゴベルト中里さんからです。さっきのあれか、あの夏といえば太巻きか、何太巻き、これわかんない、太巻きのメッセージですか。あ、ハエが止まるっていうやつですよ。違うと思うけど、はい、アゴベルト中澤さんのメッセージ。死に舐めるからさ、雄大かじゃ。何がハエ止まるから舐めるはちょっとおかしいんじゃないかな。ケチャ雄大かばじゃ、わかる。雄大、わかんない。よだれ。あ、よだれ。匂い。嫌だね。そしてサウルのお兄さんは、みーちゃんの名付け親はおばあということで。お猫のみーちゃんは、ね、はい、おばあがつけたんですね。そしてお、ばあに、なんでみーちゃんってつけたのって聞いたら、ミルク飲んでたから。ミルクのみーちゃんですね。ミルクのみーちゃんだったんだ。あんたよくミルク飲むね、みーちゃんだねって。ひふみさん、夏アイテム、水飴、あ、起きたら床、夏アイテム、電柱の影、なるほどなるほど。ということで起きたら床、いいね、うん、ひんやりしてるからね、うん、あ、ひんやりを求めて寝転がってんのかな。あ、そう、俺違う発想してた。なになに、酔っ払って帰ってきて気づいたら次の日の朝の床。それは年中だよ。年中だ。あ、そういうことですね、はいはい。ということで最後のメッセージはこれで終了かな。大塚健二さん、たっちゃんありがとう。これ最後なんだ。なになになぜか来たよね。なんかありがとうもらいました。そろそろドラゴンダイブアワードをちょっと発表しましょうか。はい、はいはい、さあ今日のドラゴンダイブアワードは決まりましたか。何がいいかな。お、まずいぞ。お、ね、今日のね主導権はね金ちゃんがカーソルというかを握ってるのでね、なかなか、うん、さっき消しましたから ね放送を停止しましたからね。停止させてしまいましたのでね、今恋に消したのは金ちゃんが初めてですよ。これかな。じゃ あ決まりました。今日は金ちゃんチョイスです。はい、今日のドラゴンダイブアワード、一番キラキラしたコメントをくれたのはこの方です。浜崎かゆみさん。かゆの夏アイテムはやっぱりかゆみに無比かな。かゆです、に決定でーす。イエーイ。はい、そう、かゆみさんね、夏はかゆいから頑張ってね。これ結構面白かったけど、金ちゃんが皮膚って噛んだからもうそのイメージしかないよ。かゆみに皮膚かなって思った、うん、でも今度は噛まずに言えたね。そう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 、リベンジできたね。金ちゃん頑張った頑張った。そうね、そう、夏のアイテムはやっぱり無比だね。そしてひふみさん、これがやっぱ夏アイテムですね。稲川淳二。あ、そうだ、やっぱりこれだな、これだなって思ったんだよね。あー、そうだそうだ、やっぱりひふみさんさすがだね、いいとこついてる、はい、そして終わりだな、終わりだなと思ったらエンディングの時間です。浜崎あゆみさんからもありがとうって来てるよ。はい、はい、というわけで改めましてエンディングの時間がやってきてしまいました。今週も最後まで聞いてくれてありがとうございます。来週もまたこの時間にお会いしましょう。お相手はニーナとレイナとミチとタツヤでした。この番組は未来へつなぐ安心をお手伝い、株式会社ジャストリホーム、手打ち麺自家製生麺のショーデーゴア、かわいいがたくさん詰まったフォトウェディングのメイリーブライド、お酒を飲むすべての世界へ、琉球酒豪伝説の有限会社しもじの提供でお送りいたしました。小さな南の島から始まる声を通してつながる世界、合言葉はみんなできますよ。せーの、ドラゴンアイス。また来週。 See you. ありがとう。ありがとう。
オッケーです。こんな感じで大丈夫だと思います。お願いします。